にちは、こんばんは、ゆうさんです。今回ですけどもね、またちょっと商品の紹介をね、したいなというふうに思って動画撮らせていただいております。で、皆さんね、キャンプ行くときとか、まあ、普段もなんですけども、やはりこう、大事なものってありますよね。人のね、三大欲求の中に睡眠欲っていうのがあると思うんですけども、僕ね、まあ、その睡眠欲がすごく高くて、やっぱ快適に眠りたい、ね、普段の家も快適に眠りたいし、まあ、キャンプ行った時もね、もちろん快適に眠りたい。で、僕はあの車中泊で旅したりもするんですけども、そういう時もね、快適に眠りたい。で、そういう快適に眠りたい時に何が必要かというと、まあ、寝袋も大事ですよね。で、キャンプ行く時ってこう初めて僕ね、キャンプした時の銀マットみたいな100均とかで売ってるような銀マット引いて、その上に寝袋引いて寝てたんですけども、まあ寒いし寝心地が悪い。こう横向いて寝たりすると、こう肩が当たって痛いとか、いやもう本当にね、なんかこうキャンプで寝るの大変だなみたいな、多分ね、これ初めてキャンプで行こうかなとか、これからキャンプ始めたいっていう風な方々もね、多分ね、気になる点の一つかなっていう風に思うんですけども、やはりね、こう寝るとき快適に眠りたいですよね。で、まあ、その中快適に眠るために何が必要かっていうと、まあそれこそまあ銀マットでもいいですし、僕はね、以前まではこちらのこれね、キャンプ用のマット使ってました。で、これを本当に銀マットの上にこう引いて、で、まあ、この上の寝袋で寝るんですけども、これはね、あの冷気は全然遮断できます。いわゆるこうなんかサーモレスのマットみたいなのあるじゃないですか。あれはね、これよりもっといいやつなんですけども、まあ、それと似たようなマットですね。で、これはやっぱ薄いんですよね。これ見てわかるよね、めちゃめちゃ薄い。で、冷気は遮断できるけど、寝心地はね、やっぱし良くないですよね。で、まあ、長年これとか、あとね、僕コットとかコットの上にこれ引いて寝たりとかしてたんですけども、まあ、最近よく使ってる煙幕とかだと、あの夏の時期ね、蚊帳をつけてコットを置くと、なんていうんですか、中のネットがすごく近くて圧迫感あるなとか、そういうのがすごく気になって、かといって、まあ、床にね、これを引いて寝るっていうのは、まあ、やっぱ寝心地があんまし良くないな。で、ね、車中泊の旅、まあ、前回もね、僕車中泊の旅とか出てたんですけど、ああいうのね、好きでよく行くんですけど、やっぱこれだとね、寝心地が、まあ、なんというか、やっぱちょっとね、こう満足できないっていうところがありまして、で、その後ね、いろいろ調べて、こちらの、これです、クイックキャンプさんのインフレーターマットっていうのを購入しました。これがね、めちゃくちゃいい。ここはもう本当にね、おすすめできるマットだなっていうふうに思ってるので、今回ね、ちょっとご説明させていただこうと思います。で、このクイックキャンプさんのこのインフレーターマットなんですけども、なんとね、厚さが、僕が使ってる部分が8センチあります。厚みが8センチあるんですよ。8センチってすごくないですか。今まで使ってるのは、ね、多分2センチとかしかなかったのが、このインフレーターマット8センチ、しかも中にウレタンのクッションが入ってて、寝心地もかなりいい。で、インフレーターマットってバルブがついててね、それを開けると自動で膨らむんですよね。で、それちょっとね、この後動画で見ていきたいと思うんですけども、なんせね、このクイックキャンプさん、かなりおすすめです。なんて言うんですか、これからキャンプ始めようとか思ってる人とかには本当におすすめしたいな。で、キャンプ始めてみたけど、まだなんかちょっと寝心地が気になるなとか、もっとこう快眠取りたい、もっとゆっくり寝たい、お昼寝をするときにもいいものを使いたい。あ、ちなみにこれ僕ね、家とかでもたまにこれ広げて寝てます。ベッド行けよ。で、まあ、これのいい点っていうのは2つあって、やはりね、その厚みがある分、すごく寝心地がいい。もうこれはもう本当に間違いないです。で、2つ目のいい点なんですけども、インフレーターマット、さっきも、ね、お話したんですけど、バルブをひねるだけで自動で膨らみます。で、あとそれ閉めるだけで簡単に膨らんで、快適に眠れる。これだけでもね、めちゃくちゃいいですよね。いや、本当に、もうこの2点がね、本当に気に入ってるポイントですね。てか、もうこの2点しかない。それ以外ないよね。なんかこれ、ここがおすすめできる理由ないな。まあ、折りたためる。で、まあ、デメリットとしては、この折りたたんだ時のサイズがやっぱり、ね、大きいんですよね。で、こちらなんですけども、この収納した時のサイズは、約ね、横が65センチぐらいで、高さ20センチぐらいですね。の幅になります。で、広げた時のサイズなんですけども、広げた時のサイズは、長さがね、約2メーターぐらい。で、横幅が70センチぐらいあります。で、厚さが8センチ。
まあ、デメリットとしてはこの大きさ、まあ、収納した時のサイズ感ですね。あの畳むのって大変かなって皆さん思ってると思うんですけど、結構ね畳むのは簡単で、それもねこの後の動画で説明したいと思うんですけども、あの畳むのとかは全く苦にならない、広げるのもめちゃくちゃ楽、厚みがあって寝心地がいい、もうこの3点だけしっかりと覚えておいてください。で、まあ、デメリットとしてはこの収納した時のサイズ感がでかい、まあ、車とかでキャンプ行く方には全然気にならないと思うんですけども、バイクとかでキャンツーね行くような方々にはちょっとねサイズがでかすぎて、まあ、おすすめしにくいなっていう点もあるんですけども、まあ、そういう時はでもハンモックとか、ね、こういうコンパクトなね、マット使うのもあれですし、あとはあのこれのね8センチじゃない、もう3センチぐらいの、まあ、違うメーカーの、もっとコンパクトなインフレーターマットとかもあるので、まあ、そういうの使うといいかなっていうふうに思うんですけども、あの普通にキャンプ車で行くとか、これからキャンプ始めてみたい方にお勧めできるマットですね。僕ちなみに、まあ、これから寒い時期に関しては、まあ、コットを置いてこれを下に敷く、もうコットだけでもね寝心地めちゃくちゃいいんですけども、これ敷いて寝てからもうねこれなしじゃ寝れないぐらいこれすごい気に入ってます。じゃあ、ね、今から実際に広げてみたいなと思うので、ちょっとね移動しましょう。はい、ということでですね、これをねじゃ今から実際に広げていきたいと思います。結構大きいんですよね。で、収納してる時のサイズはこんな感じですね。で、ここゴムバンドがちゃんとついてるんで、あの丸めやすいですね。で、もうあとねこれ取って本当にもうポンとここバルブがついてるので広げるだけです。そうすると今シューって言ってると思うんですけども、これね勝手に空気が入っていきます。反対側もね、こっちも、で、あともこれここに広げて置いとけばもう勝手に膨らみますね。で、こんな感じにですね、もうほっとけばもうほんと勝手に膨らんでいきます。で、わかります？これもう広げてほんと1分ぐらいでこんだけ膨らんでます。ここにこういう風にボタンついてるんですけども、これ横にこう連結できるようになってます。なので2枚くっつけて、ね、寝ることも可能ですね。で、ほぼほぼ膨らんだんで、あとはこれを締めるだけですね。で、こんな感じでも締めれば完成です。デザインはねすごくシンプルで、ここにねクイックキャンプのこのマークロゴみたいなのが入ってるだけですね。こういうさらっと汚れがついてもなんかこう拭いたらすぐに取れそうな生地をしています。まあね、膨らましたらね、まあ、こういうシワみたいなのが残るんですけども、これはもう全然折りたたんだ時についてるシワだけなので何も気にならないです。見てください、この弾力わかります？すごくないですか？厚みなんですけども、今こうやって見ると6センチ弱しかないですね。多分けどこっちにこうなだらかにこう少し下がってきてるんで、ただ真ん中の方がね膨らんでるんですよね、なぜか。で、多分この辺で8センチあるんじゃないかなと。で、今からこれ実際に寝転んでみてどれぐらい沈むのかっていうのをね見ていきたいと思います。こんな感じでもうね本当に全然床を感じないですね。めちゃくちゃ寝心地がいい。これね、こういう風に横を向いて寝ても全然こう肩とか痛くならないんですよ。このねクッションがしっかりしてるんで、横向いて寝てもこう肩がねちゃんと何ですかね、地面に当たってる感というのは全然ないですね。このまま寝たい、このまま寝れるぐらい寝心地がいいですね。一回広げちゃうともう当分ねこのまま置いとこうかなって思ってよくね置いてここで寝ちゃったりしますね。あとこういう風に座ってても全然お尻とか痛くなることはないぐらいこれがねすごいふかふかしてます。まあ、エアーと中の入ってるウレタンですごいね弾力のあるめちゃくちゃいいマットですね。これとコットをね合わせて使うと本当にめちゃくちゃ寝心地いいんですよね。で、冬の寒い時期はねやっぱコットとか使ってても下からの冷気とかが気になったりするんで、合わせてねこういうの使うといいと思います。はい、でね次収納方法なんですけども、まあ、ここのねバルブを開きます。バルブ開いて、一旦ね、これ半分に折ります。大体にね、で、上に乗って、
さらにこもります。で一旦バルブ閉めて、でまた広げます。でこのままね、もう一回ちょっとこっち側にね、でもう一回、3等分ぐらい折り曲げてもう一度乗ります。で次にここ少し余白を残しといて、反対側から丸めていきます。でその際に片方だけバルブを開けて、また空気を抜いていきます。でこれでもうね、収納終わりですね。で最後またこの付属したゴムでここを締めるだけですね。ゴムでね縛れたら、あともうこの収納の袋にしまうだけですね。はい、じゃあこれでね収納が終わりました。ということでね、今回ねこちらのインフレタマットの紹介だったんですけども、いかがだったでしょうか。あのね、本当に車中泊とかでも全然使える。ちなみに前回ね、僕が動画で上げている出雲大社車中泊の旅もこれずっと車に積んでました。もうずっとね広げっぱなしで使ってましたね。いやあの時もね、本当いい睡眠が取れたんですよ。まあ、そのおかげであんだけ回れたっていうのもあるんで、いや本当におすすめできる製品となっております。で先ほど動画見ていただいた通り、まあ、広げるのもね本当にもう広げるだけみたいな感じで簡単なのと、あとね収納もね、あの本当にもう乗っかってエアバルブ開いて丸めていく、それだけなんで、まあ、めちゃめちゃ簡単ですよね。で袋も結構、ね、幅があって収納もしやすいような、作りとなっているので、本当に収納で困るっていうのもねないと思います。で本当に、ね、おすすめできるセットなので、よかったらねこちらも概要欄の方にねリンク貼ってるので、そこからね、まあ他の色とかありますので、どんな製品なのかなっていうのをね見ていただければなと思います。ちなみにですね、こちらのクイックキャンプさんのこの8センチのインフレタマットなんですけども、スウェードタイプのものもあります。でスウェードタイプのものはすごくね肌触りが良さそうなんですけども、僕の場合はまあ年中キャンプするんで、夏とかねスウェードタイプだとなんかちょっと暑くて蒸れたら嫌だなっていう風に思って、あのスウェードじゃない方のタイプのものを使っております。であとね5センチのものとか持ってるみたいなんですけども、どうせ買うだったら8センチの方をねおすすめします。で1枚あたり大体ね5000円前後で、2枚セットっていうのが売ってて、2枚セットで8000円後半かな、まあ、9000円しないぐらいの金額だったと思います。僕はねこれ一応2枚セットの方買って、1個はでも予備で置いてます。でも本当にねもうそれぐらい寝心地が良くておすすめできるマットだということだけ覚えておいていただければなと思います。で本当にこれ検討してたんだとかいう人はね、あの本当僕おすすめするんで、あの結構こういうのって破れたりとかって、ね、聞くと思うんですけども、僕ね、もう1年間ぐらいずっと結構フルで使ってるんですけども、全然破れたりしないです。あの本当に家とかでもね、このもので出して、まあ、そこで昼寝したりとかしてたんですけども、全然ね、そういうことは気になったことないですね。まあ、その朝になって多少空気抜けてるっていうのはね、多分どのマットでもあると思うんですよね。まあ、これも多少抜けたりはすると思うんですけども、全然気になったことないですね。あの、クッション性がすごくいいので、でまあ、朝までね、快眠できるようなマットだなというふうに僕は思っております。はい、ということでね、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。ね、あの、本当に興味あった方、ね、これぜひご購入検討していただければなというふうに思いますので、よかったら概要欄の方から見ていただけたらなと思います。はい、ということで、ね、今回の動画はこの辺で終わろうと思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。この動画がね、少しでもいいなというふうに思ってもらえたら、チャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。